自分の運命を恨め。コスモを燃やし拳でこの岩を割るのよ。お願い、弟を返して。アテナの名においてセイントの証を授ける。勝てるかな。ロザン
早く試合を終わらせて。シュセイヤ、無理に流星剣を放て。試合なら全力で戦うの。シリュウが教えてくれた。捨て身になって初めて人は自分の全力を出し切ることができる。奇跡だって起こせるんだってな。シリュウ、お前の弱点は竜の拳じゃなく戦いの最中に揺れる心だったな。